どうも、サイクロプス先輩です。はい、どうも、隊長です。僕、最近ですね、プレイステーション4の VR にすげえハマってるんですけど、その中でも特にね、やってるのが、これ。これ、VR 用のね、このガンコントローラーってやつなんですかね。これで、ゴーグルして、で、こう。もうほんと360度もうね、シューティングプレイですよ。ちなみにね、これやってます。これファイアーボールゼロアワーっていうねゲームやってるんですけどもね、こいつすごい操作性ねすごいいいんですけど、ただ一つネックなとこがあって、これこうでずっと持ってるんで、こう結構ねエイムがたまにずれたりするんですよね。今回はこのね、ガンコントローラーをちょっと改造してみようと思います。まあ、イメージ的にはここにストック、よくね、銃とかこう、ね、マシンガンとかいろいろありますけど、ここにこう当てるやつ、こう、わかるかな、多分ここら辺にちょっと写真をね、出してもらうんですけどね、こんな感じで、それをね、ここにこう、つけるようなイメージなんですけど、ちなみにこれ先端柔らかい、このゴムボールみたいなやつですか。じゃあけんやっていきましょうね。今回はね、ホームセンターに置いてあるものだけで、作っちゃいます。できました。こうめっちゃ安定する。ここねすごい、ここ肩合うんで、あ、これ多分ね、これはかなりの成績アップを見込めるんじゃないでしょうかね。じゃあいきますよ。はい、急遽作りました。プレイステーションカメラのですね、スタンドですね。これでね、立ちながら、さっきのね、VR が快適にできるようになったと思うので、早速試してみたいと思います。お、いいね、もうなんかいいぞこれ。おい、跳ね返ってきた。やべ。
みんなもぜひ作ってみましょう。